この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、はいはい、あのタイトルを考えてきました、うん、はい、何でしょう。いきます。はい、南畑を語って語ってもう5年ですよね。まだまだやるよ。まだまだやるよ。5周年スペシャル。ちょっと噛んだよね。ダサいでしょ。5周年ですよ。5周年ですよ。5周年は5でいかないですよ。まだまだ行くよっていう感じでいかないと。ダサいですね。いやいや、5ですから。わかりやすくていいですよ。そうです、うん、田舎っぽくていいと思います。もう5年ですから。今日がね、多分放送が5月3日、はい、であれなんでしょう、なんか多分5年前の5月3日に始まったみたいですね。丸5年。そうなんですよ。おめでとうございます。早い。まあゴールデンウィークに始まったってことか。そうですね。そうですね。その時のパーソナリティは、うん、紀藤さんしかいないからですね。ですね。ああ、残ってるのが。そうですよ。あ、本当や。私いないです、いないです。あら、うん、私もいない、まだ。まあ、そうだ。リスナー、リスナー。高岸くんと、まきまきと、僕と3人で始めたのか。初々しい感じでね。まあ、ちょっと緊張した感じのね。そうですよね。だから、2019年とかってこと。そうですよ。あ、うん、もうじゃあいよいよ週から6年目に入るっていう感じです。すごい。もう小学校卒業しちゃうよね、そろそろね。そうですよ、すごい。なんか最近、この間も250回の時にね、なんかこんな感じだったから、最近なんか年取ったねみたいな話が多いね。多いね。多い気がしますけどね。そういうちょっと今日涼しい日を迎えておりますね。はい、爽やかです。肌寒い日を迎えておりますが、はい、爽やかです。まあ今日は5周年スペシャルなんで、はい、5周年スペシャル、あ、ちょっとじゃあ今日 ほぼ皆さん今日勢ぞろいなんで、はい、ちょっと一言ずつ挨拶していこう。あずあずから。何年目、私今年で5年目のあずあずです、うん、そうか、1年遅れて参加。そうです、はい、そうです。はい、よろしくお願いします。地域おこし協力隊のまゆゆです、やっと丸1ヶ月経ちました。初々しい。一番新しい顔ぶれですからね。同じく地域おこし協力隊のつるちゃんです。多分5ヶ月目です。早いね。早っ。5ヶ月。あ、そうか、年明けからってこと。12月から。そうだね。6ヶ月目。そうね、もう半年だ。ってことは3年だとしたら6分の1ぐらい過ぎたってこと。終わったんだよ、もう。早いね。わお。でも何代目になるの、その、まあ、累積で。巻き巻きが初代でしょ、完全初代でしょ。7、8代目。すごいね。すごいね。もうそんなになるんだ。はあ、よろしくお願いします。鶴ちゃん、よろしくお願いします。元地域おこし協力隊。もうベテランですからね。もうベテラン感出てますよね。ベテラン感。4年目、そうです。2年遅れぐらい参加してるって感じ。そうだよね。いやー、びっくり。で、あ、寺井さんもじゃあ。はい、南畑歴6年目ぐらいの寺井です、うん、カタカナの寺井です、はい、カタカナないよね。南畑物語歴はどのぐらいなんだろう。でも 4,5 年。そうだよね、長い方だよね。なんかまあね、4年、あ、でも4、5年前の美術散歩をきっかけにちょいちょい出るようになった、うんうん、そうそうそう、告知とかでね。そうそうそう、じゃあ私より早いんだよ。あ、そうなの、うん、早いと思う。私は美術散歩より後だから。あ、美術散歩始まる。でもレギュラーになったのはまあ、ね、4年ぐらいかな。そうだね。うんうんですね、コロナきっかけにレギュラーになりました。そうそう、うん、コロナきっかけで。うんうん。はい、そうだね。はい、そしてなんかね、すごいよね、毎週寺井を披露してるって面白い、なんかね。別に。確かに。あ、で、しほりんが、はい、もう私かなりフル株の、もう5年、うん、なんか4年半ぐらい。そうです、ね、5年ですよね、はい、かなりフル株で、うん、しほりんです。しほりんと、はい、私、紀藤と、はい、今日は7名でお送りしておりますね。今日これがフルメンバーか、うん、ですね。そうですね、うん。ということで、はい、5周年なので、はい、今回はですね、さまざまな
これまで関わってくださった方々からそうそうお祝いの祝辞を祝辞を、ね、お祝いの祝辞とかしね祝辞を祝辞を賜っておりますので、はい、うん、そうですね、腰痛が痛い腹痛が痛いみたいなチゲ鍋みたいになってますね。もうチゲが鍋だみたいな話になってますけどね。そうなんですよ。そう、もう韓国語でな、まあどうでもいい話ですけどすいませんねそんな祝辞をお祝辞を賜っておりますので、はい、ご紹介したいと思いますが、じゃあだ誰か彼かからかけていきますんで、うん、ってあの人みたいな感じで反応してください、うん、はい、じゃあ一人目一人目あ、皆さんこんにちは。マキマキです。いや今回は5周年記念ということでおめでとうございます。本当に立ち上げた時を本当に、思い出します。本当にあの、NRS ラジオからお声かけいただいて、南畑からの発信ということでみんななんかこう。でもなんか紀藤さんがいらっしゃったしあまりこう気負わずにゆるっと始まった感じで、でその感じってきっと今でもなんかこう引き継がれて、なんかやっぱり南畑の、に関わってる人がみんななんかあまり気負ってないっていうのもあるのかもしれないけど、そんな雰囲気で南畑のなんか風を届けてるんじゃないでしょうかと思います。これからもそうですね、新しいあの地域おこし協力隊の子もあのいっぱい入ってきてるので、なんかまた本当それこそ外からのまた新しい風でなんか南畑があの素敵に変わっていく様子を届けてください。私もあのちょこちょこ来ておりますし、そうですね、皆さんの俳句もとても楽しみにしております。もうキャベツはもう封印してですね、皆様の新しいあのフレッシュな俳句を私も待ってますありがとうございます。いやーマキマキ、まあやっぱ最初はもうね、うん、欠かせないかなと思いまして、うん、我々の大先輩、うん、マキマキ先生にあの、はい、お話いただきましたが、新しい協力隊持って、うん、はい、お会いしたんでしたっけ。もうそうです、その、うん、この前日曜日ですよね、日曜日ここで最近、はい、いらっしゃったのこちらに。そうです、そうなんだ、マキマキがね来てくれて、ね、そうかそうか、その時に収録したんですよね。ここでやりますね。どんな印象でした大先輩。あの前に2回ぐらい会ったことあるんですかね、うん、でも初めてちゃんとお話して、はい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 、うんうん、わーって感じでしたそのなんか当時の話とかもなんかこう聞けた感じ、これからとか多分結構熱い話をできて、あのそこの森の中で、ね、はい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 、暑い中で外でやったんですね。そう、森の中に行ったりジェラート食べながら、うんうんうん、あでもそれすごく大事ですね、うん、もう本当10年近く前。そうですよね、彼女が多分最初に赴任したのね、うん、だからなんだろうな、その当時のこととかをやっぱ知った上でね、うん、なんか真面目なこと言ってない、大丈夫俺大丈夫大丈夫、知った上で今何かっていうのを考えるのはすごくいい時間を過ごせました。すごい、なんか継承が行われている。そうそうそう、すごいね。でもやっぱ巻き巻きやっぱすごいですよね、うん、お願いしますだけサラサラっと言って ね、 なるほどね、台本も何にもなしで、って言いながら押したらすぐパッ、もうあの顔がカラッと変わって、やっぱね、うん、巻き巻きはやっぱ初代だから違う、パーソナリティ、ね、キャベツは封印っておっしゃってましたよ。そう、でも笑ってた、うん、あのキャベツは封印、もう封印どころかだってこうタイトル画面で使ってますから ね、 サムネイルがそうですからね、だんだん広がってます、逆にね形になっちゃってるからね、伝説になってる。まあでもありがたいですね、ありがたいですね、まあでもこうね、いつかちょっと生で出てほしいね、またね、久しぶりにね、タイミング合えば、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ございました。次はですね、誰だろう、次は、うん、じゃちょっと読み上げていただこうかな、そっち、コメントが届いてます、あのメールで送ってくれた、はい、うん、ではね、送りますよ、うん、お願いします、ちょっとお待ちくださいませ、失礼しました。そう、あの方からもメッセージが届いておりますよ、あの方がいっぱいいるからな、はい、いきますよ、はい、どうぞ、はい、南畑物語の皆様、うん、5周年おめでとうございます。ありがとうございます。毎週南畑の風を届けてくださってありがとうございます、うん、
この辺から分かると思うよ。満員電車で通勤する私にもしっかり風が届いていますよ。都会にいる人、風が届きすぎて一人で聞いているのにそうそうとか美味しそうとかお返事してしまいそうになります。私もタケノコ掘りたいな。5年間メンバーは変わっても住みつけの優しくて明るい空気が変わらないのは本当にすごいことだなと思います。50周年まで頑張ってください。頑張ろう。50周年、つるちゃん、まゆゆさんとも一緒に俳句を作りたいです。あー、そういうこと。来週の放送も楽しみにしていますっていうことでした。俳句といえばピカピカ先生。そうです、ピカピカ先生から。ちょっと今ね、遠一でね、そう、うん、数年間遠一で頑張れる、うん、頑張られてるのね。そう、なんか私が帰ってくるまで続けてくださいねって書いてありました、うん、50年後50年後ね。それは50年後じゃないよね。7周年までって。あ、そういうこと。あ、2年ぐらい、ね、そう生きてないかもしれない。僕も生きてないな、50年後は。なるほど、はい、頑張ってるみたいですよ。いや、ありがとうございます。彼女もね、もう、うん、俳句はまだお二人はして、鶴ちゃんしたね、したね。まだ眉はしてない。私はまだです。俳句得意ですか、うん、もう自分が作るなんて、なかなかいないですよ。いないかな。俳句得意な人、いつその告知が来るかちょっとそうだよ、みんなね、前の日のね、夜とかに焦って考えるから寝れないんだよ。違うよ、もう放送直前でやってるんだよね。そう、ね、こっちに来る車の途中で考えたら、ね、構えて作るものじゃないんです。あ、なるほどね。浮かんだものとね。そうだけど、家でね、窓の外眺めれば大体できるからね。窓の外とか、深呼吸したら大体できるから。そう、寺井系は大体窓の外眺めてる。そう、窓の外眺めて、そしてあの外に出たら深呼吸して、するとこう、ぐっと浮かぶ。そう、それは数字をちょっと絡ませる。そういうのじゃないって言われてるじゃん。そういうのじゃない。それとはポイントが高く。あ、そう、俺はキャッチコピーっていつも言われるんですよね。まあ、でも普段からそれこそもうこう、なんだろう、なん、思ってることをずっと五七五で並べて、こう、なんかこうメモをする癖をつけると、すぐね、こう五七五でね、浮かびやすくなりますよね。リズムになれる、リズムに、そうですね、まずリズムになれることですね。あ、そうね、普段からそう。そう、だからたまにフェイスブックとかでも読んでるもんね。はい、読んでます。あの、読んでる、読んでる。まあ、季語はないにしてもね。そうそう、うん、ちゃんと読んでますか。常に朝起きたら行く、読むぐらい。うん、そうだね、うん。ね、先生がいないとこんなに大きく出るんだ、ね。いやいや、そうだよね。はい。そうですね。はい。ということで、はい、まあ、あのピカピカ先生ありがとうございました。ありがとうございます。次行っちゃいますよ。次誰だ。なんかクイズ。南畑物語の皆さん、いつも放送を聞きのリスナーの皆さん、うん、5周年おめでとうございます。カウントダウン TV みたいな。お久しぶりです、カメリーナです。カメリーナです。最後に出演した時から、あっという間に2ヶ月ぐらい経ちますが、皆さん変わらずお元気でしょうか。5周年ということで、アニバーサリーイヤーなので、縁起のいい年にきっとなるんじゃないかなと思っています。私の方はですね、1個ビッグニュースがありました。最近ですね、近くのコンビニに行ったら、あのブラックモンブランが行ってました。栃木で九州初って書いてました。あ、そうなんだ。そう、九州、すぐ買って美味しくいただきましたという近況でございます。最後に、またなんかのタイミングがあれば、生出演とかは難しいかもしれないんですけれども、メッセージを送らせてもらったりとか、南畑にももちろん行きたいと思っているので、その時はよろしくお願いします。そして新メンバーのまゆゆさん、ご家族を含め大きな環境の変化があったりで、ママとしても協力隊としても大変なことが多いと思いますが、つるちゃんと共にぜひ南畑ライフを楽しんでください。以上、カメリーノでした。しっかりしてらっしゃる。なんかすごい久しぶりだね。まずちょっと真面目な感じで始まってさ、なんか本当のテレビ、なんかラジオのゲストみたいな感じで、カウントダウン TV の、なんかね、皆様みたいな、ビッグニュースしたけど、ちょっとなんか、ドキッとした。マジでとか、そう、年頃だから。まさかのブラックモンブラン。いや、まあ、まあでもやっぱ九州を見つけて嬉しかったんでしょうね。今は関東の方にいるんだな、多分な。そっか、ブラックモンブラン、久しく食べてないですね。そう、食べたいね、うん。あとなんかパンもある、最近ブラックモンブランのパンがあるよ。パンあったね、まだあるの。最近またある、なんかブラックモンブラン味のメロンパンみたいなのが出てるね。コンビニに売ってるよ。あるある、うん、あの食べたことはないですけど、うん、あるある。ポロポロ落ちるんだろうね。そうクランチが。いや、そんな
亀ちゃんに会いたくなったって言ってたね、しほりね。会いたくなったね、まあまだ、あ、でももういなくなって、いなくなってってたんだけどでも2月、3月だか3月、あ、じゃあまだ3ヶ月、2ヶ月ぐらいか、うん、そうか、なんかあっという間です ね、 ね声聞くとなんか、ね、前に別れたみたいな感じですけど、ね、前に別れた人に久しぶり会ったみたいなね、うん、そうかな、そうだな、元気そうで、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ほんとほんと、ありがとうございます。じゃあ続いてまた音声メッセージいただいてる分をいきますよ、いきますよ。産地直送フレッシュラジオ住みつけ南畑物語、5周年おめでとうございます。皆さんの声は僕の耳元にもしっかり届いています。元中川市南畑地区地域おこし協力隊、高木車流紀です。お久しぶりです。あの時南畑で描いた青写真を現実にするため、柱に墨付けするがごとく言葉を弾く毎日、年下の先輩方からエイデイ知った激励されながら飲食店で修行中、今日も皿洗いお酒を注ぎ Make someone smile、 幸不幸に変えていくバイブスとフロー、白や不幸好きに期待あの根の向こう、45歳の健康有料不良中年、要するに俺は大バカ野郎。人生いろいろありますが、どんな時でも希望だけは握りしめ、南畑の先輩の後ろ姿に憧れを抱き背中を追いかけ、あの3年間は僕の心の柱となり新世界へ挑む、心のコアまっすぐな軸、笑い声と思い出が響く、天の川を渡り時空を超える、中川での出会いと経験が僕の宝物、カバンに詰め込んでさあ新たな旅に出よう、中之島のほとりで誰かの物語がまた紡がれるのだろう、ハッピーバースデーフィフスアニバーサリー、皆さん人生の良い旅を、ガスピードユー、また会いましょう。いやいやいや、すごいね。めっちゃいいやん。なんかちょっとすごいな、びっくりした。俺聞いてなかったのよ、はいはい、僕が受け取ってたんですけど、ね、うんうん、こんな感じに仕上がってるとは。さすが。カメちゃんもさっき BGM ついてたけど、ね、ちょっと可愛い BGM だけど、ね、こっちはなんかちょっとかっこいい系のね。進化してますね。すごいです。あの、まあお会いしてないと思いますけど、チーフィア知ってるよね。重なってたか、重なってたね。あのなんかこうラッパー的な活動もやってたんですよ。そうそうそう、曲も出してるよね。あの、ですです、あの、うんうん、Apple Music とかでも買えるんですよ。一見全然そんな感じで見えないんだよ、うん、だから目がねもかけてたかな。目がねもかけてる時もあったよ、うん、かけてる時もあった、うん、そう。でも一旦スイッチが入るとラップが始まる、ね、普段はちゃんとあのちゃんとじゃないけどしかもまああのラップする時の格好が、あ、なんていうのかな、その歌舞伎の顔白く塗ってこう熊取り入れるみたいな感じの衣装とこう、うん、スタイルがあって、すごいんだよ、うん、そう、だからまあうちのねビアガーデンとかでイベントやるときそういう格好で歌ったりとかもしてたんですけど、うんうんうん、懐かしいですね。懐かしいね。いや、よくね、よく近況が分かりました。あ、そう、なんか飲食店で、飲食店で褒められてたね、うん、お酒運んで皿洗ってみたいなこと言ってたね。頑張ってらっしゃるっていうのがよく分かりました、ねね、なるほど。いや、びっくりです。よかったよかった。いや、結構尺が長かったから、うん、なんでこんな尺たくさん喋ってんだろうと思ったら、もうちゃんとラップをしてくださって、すごい、うん、すごい、もう一回聞きましょう、うん、いいですね、はい、うん、ありがとう、はい、また会いましょう。ということで、じゃあちょっと、じゃあ、まあ、なんとなくですね、ここの番組の関係者からは以上かな、うん、ですよね、うん、はい、出演してる、はい、出演者、はい、ということで、はい、じゃあちょっと一旦ブレイクしましょうね。はい。なんか、現れたよ。いいじゃないですか、もう。今日は5周年ということで、はい、5周年で6周年突入記念日ですね。です、5周、今ちょうど5年経って、丸5年経って、そうスペシャル555スペシャルの、あ、なんだっけ、555周年スペシャル、555周年スペシャルのスペシャルゲスト、
はい、エキセントリック中川の丸さんです。拍手。せーの、おめでとう。なんかパーティー感が出てきた。パーティー感です、ね、さすが、ありがとうございます。どうも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 。ということで、なんかさっきも話した気がするんですけど、聞いたことあるエキセントリック中川、聞いたことある人あ、つるちゃん早いね。えらいな。聞いたの？ちょっと聞いた。聞かない方がいいと思うな。じゃあ今度からヘビーリスナーになります。ぜひぜひ、実はこの番組のちょっと先輩ぐらいで、うん、1ヶ月ぐらいでしょ。1ヶ月ぐらい先輩なので、ね、だから常にずっと上を行ってる。5回ぐらい先行ってんのかな。そうなんですよ、まあ、丸さんがメイン、うん、おじさんで、そうそう、メインおじいさん、メインおじいさんで、あの時はおじさんだったんですよ。そうだ、じじいになったんですよ。いや、もうこの間もね、また息子さんが結婚されたりして。おめでとうございます。そうなんですよ。だって俺高齢者だよ。高齢者だよ。年金もらってるもん。この、この、こっちの番組すごいでしょ、女子ばっかりで。そうなんですよ。だから美人ばっかりでね。だから、だから僕が来てる。そうでしょ、キトピオ来てる。帰省には全然最近行ってない。そうそう、鬼だね。そういうことですよ。あつみに怒られる。そう、向こうはだから、明星さんと伊藤さん、まあ、そのおっさんですよ、ね、そうそう、おっさんばっかり。で、お姉さん、お姉さんと、お姉さんと濁しましたね。え、濁しましたね、お姉さんとね。まだまだほら、まだ子供さんも小さいし、そうなんです、おばあちゃんにはなってない。あ、そうだ、俺、あつみんからね、預かってきたのほら。何？え、クローバー、クローバーさんから。クローバーさんのお菓子です。皆さん食べてください。マジでありがとうございます。そんな、あつこさんありがとうございます。ね、気が利くよね。クローバーカフェさんは ご存知ないですか？お名前は聞いたことあります、うん、西畑ってところにあって、ちょっと山登ってったところにあるんだね。そうそう、あの球場の手前ね、うん、開けてみて。ほら、差し入れというか、お祝いを。や、焼き菓子です。焼き菓子がためちゃめちゃ入ってる。クローバーさん、そう、今ね、いただいているのがほうれん草のマドレーヌ。あ、いろんな種類入ってる。あ、黒いの竹炭？はぁ、真っ黒なんです。あー、あの徳さんとかと一緒に作ってる竹炭のね。そう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 、こんな黒くなるんだ。まあ食べてみてください、あとでね。あの、もうクローバーさん、ちゃんと宣伝しとこう。中川市南西畑、西畑、西畑にありますクローバーカフェさん。カフェクローバー、そう、そう、プリンも有名ですし、ハンバーガーもあるよね。そうなんです。まあ、結構イベントにも出店されるので、ぜひ。いやいや、ありがとうございます。それを記念してですね。記念して。記念して。5周年記念で。ハイブリッドーン。あ、パフ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 。パフパフ本を持ってきませんでしたけど。ハイブリッドーンって多分知らない人いるんで。そうそう。あの、まあ、簡単に言うと、リスナーの方にもね。うん、イントロクイズなんですけど、単なるイントロじゃないんですよ。そう、クロスワードが、クロスワード隠れてるという。これがね、また要は1曲目と2曲目、2曲イントロ流すので、そうそうそう、その2曲のタイトルをつなぐとつながるようにできてるという。素晴らしい、素晴らしい。ちょっとじゃあ試しにやってみましょうか。そうですか、やってみましょうかね。これ例題を、じゃあ例題こんなんですよ。はい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 、原野分かるんかな今の。はい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 、お、素晴らしい。分かった分かった。じゃあシホリーがさすがにもう手が上がったけんね。ね、最初は団子三兄弟でしょ、うん、はいはい、そうです。そしてその後は兄弟船。兄弟船、おー、よく兄弟船出ました ねだから団子三兄弟船が答えでーす。という2つともわからないと答えられない。そうそうそう、いや、これ、そうなんですよ。え、全部考えてるんですか？当たり前、今300曲ぐらいやってる。300、すごいんだけど。すごい、毎週やってるから。すごくないですか？もう3年ほどやってますよ、もう。考えるのが難しい、問題出すのが難しいんですよ、うんうん、ずっとそんなことばっか考えてる。仕事仕事して、脳トレ、脳トレ、脳トレ。他のことで頭に入んないの。仕事忘れちゃってダメじゃん。そうでしょ。じゃあ、いや、今日のやっぱ懸念点は、うん、まあ、丸さんの年齢とここら辺がだいぶ差があってね、ギャップがね、今日曲が分からないんじゃないかなって。たまに僕ですら分からない古い曲出してくるんで。もうこれからかもね。今日はね、
特別に作ってきました。あ、ここのため。あ、なんでこの世代に少し合わせたバージョン。そう、本当に合ってるから。どこまで分かるか分かりませんけどね。兄弟分は厳しいかった。今日、団子さん兄弟は分かった。うん、あ、だ、まあまさに子供の頃聞いてた。そうだよね。まさにその世代かもしれないですからね。よし、行きましょうか。行きましょう。じゃあ1問目。第一問。じゃじゃん。じゃじゃん。はい、1曲目、まだ黙っといて、まだ黙っといてよ。おーこれはね、分かった、分かった。1曲目は分かった。1曲目って曲名あるんですか？そうか、そうか、そうか。なんか分かったって人、分かったって人。1曲目つらかったですか？ちょっと1曲目、1曲目あれだよね。だからもうそのまんまじゃないの、そのまんま。お、まあ、キトピー分かったんだ。僕は分かりましたよ。僕答えてもらう。お猿さんだよ。そうそう、だから。で、2曲目はもうあの有名な曲じゃないですか。もう紅白でも歌って。じゃあしほりん行っちゃう？いいの？わかったって、わかったって。じゃあ寺井さん。多分わかった。いいの？いいですか？アイアイドル。あー！さすが！アイアイでしょ？アイアイとアイドルですよ。ちゃんと合わせてきたね。寄せてきた、寄せてきた。こういうやつ、こういう感じです、こういう感じです。まあ、手挙げたらマイクいくからね。はい。じゃあ2問目いきましょうか。第2問、じゃじゃん。だいぶ下げてきた。年齢でしょ？からの。ちょっと気づいてない？だからそういう世代のは出しちゃダメってちょっと待って。だって最初の曲はあれでしょ、果物でしょ、果物。そうね。あ、違うかな。あっちは金太郎か。違うか。あの岡山県の岡山県ね。そうそうそう。でズビズバーはなんだ、あれあれ、ここら辺がここら辺が答えなきゃいけないんじゃない。左牧前さんで、左牧前さん、左牧前さんが昔歌ってましたよ。俺しかわかんないのかな。僕もなんかね、懐かしのテレビとかでしか見たことない、そんな時代の。そうなんだ、これでしょ。あ、ちょっと待って、タイトルがわかんない。もうズビズバーパッパッパや、やめてけ。じゃあ1曲、じゃあ1曲目だけちょっとあれしようか。桃太郎じゃないの、あれは。桃太郎を、で、その続きででしょ。ローからだ。ローあのほら、左牧前さんは年取ってるでしょ。老人とのブルース。違う。もうサンバ、違う。サンバじゃなかったな。ブー、もうわかんねえよ。何？桃太郎人と子供のポルカ。ポルカ、なんですか。ブルースでもサンバでもない。なんだよこの子らは。そうあのでなんバイクで走ってるでしょ。あれ、なん電動バイクで出るとき、充電させて、その電化のときね、聞いちゃうやつだよね。聞いたことあるかも。うん、だからだ、ズビズバ。聞いたことある、うん、ほら、そこまでリサーチしてるかも、確かに。そこまでちゃんと分かってらっしゃる、みんな聞いてるだろうな。でも曲名は少なくても分かんない。そう、タイトルが分かんない。じゃあもうあんまり長い人もなんだから、第3問いこうかな。行きましょう。どうですか、なん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 すか。まさか録音してないとか言わないですよね。ここに来てダメですよ。お願いします。では最後、第3問。じゃじゃん。あれ、なんだこれ。全然わかんない。もうちょっと、もうちょっと。何？何？何色って言った？栗色？あの主題歌。主題歌？エンディング。あずあず来てる、あずあず来てる。曲名が浮かばないんだよ。エンディング。うん。2曲目がですね。昭和だなこれ。古いぞ。
ヘンミマリさん。ヘンミマリさん。あれだね。ちょっとお子様にはふさわしくない。やめてやね。言っちゃったよ。言っちゃった。言っちゃった。え、これさ、ヘンミマリさんなんだっけあれ、これ。タイトルがわかんないんだよ。タイトルが。エクスペリエンス。経験。お、なんでわかったんですか。英語を訳しちゃった今。経験でいいの？経験なんだ。じゃあ1曲目はあずあず何1曲目K につながる K につながる誰の曲なの？前は西城秀樹だったんですけど今は斉藤和義さんが歌ってる斉藤和義がカバーしてちびまる子ちゃんのエンディングです、うん、エンディングちびまる子ちゃんのエンディング誰も見てないのちびまる子ちゃん今の見てない覚えてないあ題名覚えてないんだよねこの前、ひとっぴん来た時やったような気がするんだけどねこれうん、やってないえ、僕聞いなかった聞いたことあるような気がするこれはだからあじゃあ、もうしょうがないですねあー、残念最後なのにはいこれはですね、うん、あのいつもの風景剣というつながりいつもの風景剣どうだ参ったか花火参った難しかったな結構難しかったなだからエキセントリックながら聞いていただければ、うん、頭で頭のね 2,3 分のこれ 2問ずつそうなんですよ、はい、毎週2問ずつやってるんで、はい、あんたこいつは食ったらねえなと思いますよ必ずいや面白いですよあの番組もそうですかいや他人事みたいな面白いですよ僕もやってますけど最近めっきりご無沙汰しちゃってるんですけどリスナーのように言ってますけどね、まるさんのコーナーが何でしたっけ何でしたっけ暇人、暇人っていうコーナー暇人、明星さんがピットインあのちょっと車のことが好きだからね、うん、で、伊藤ちゃんが、ラブスポラブスポスポーツが好きだから、ね、野球だとか、ね、近所の話題やってるよねあつこさんが厚みのおたかつ、アニメ系とか漫画の話とかね、うん、人形の話とかでもちゃんとその中ではさ、の中川の話とかもね、うん、10分ほどはやってますよね中川愛を語ろうのコーナーとかね愛がなくないね、まあ、愛ないな愛があんまりないけどねダメだなと思ってますけどでもそう、もう本当にあのマルテさんがね50代の頃から始めてもう60代半ばぐらいになってきてるというねそうなんですよそうなんですよね本当受給者なんですねじじから大じじいになってきてるっていう感じなんで70まではやりたいなそうですあのだんだん喋ってるうちにマイクが下がってそう声が遠くなっていくから今ねこういうのつけさせられてるのあそうなの本当にヘッドセットつけさせられてるのよ明星さんにいつも怒られてもうあんたマイク下がるからこうつけときって言ってこれをつけて喋ってる明星さんからかわされたいやでもそんなもう兄弟のような番組ですのでこちらと、ねうん、ぜひ今日はありがとうございます。いやいやなんかあぜひ、まあ、この南畑物語聞いてる人もぜひエキセントリックラジオ、はいね、エキセントリック中川聞いていただき、ね、エキセントリック中川聞いてる人もぜひ南畑物語聞いていただきたいですね。はいうん、もうテーマがね、うん、あのシチズンシップとね、うん、対話と挑戦ですよね。何言ってんだか。これちっちゃい。なんかね、なんならおっさんが喋ってるだけの番組じゃないですよ。シーズンシップですよね。シーズンシップです。対話と挑戦ですよ。なんかどっかの若い政治家が言ってるようなこと言わないでくださいよ。違う、これキトピーの番組で言ってたやつだよ。言ってた。僕のあの番組でね、そうそう、ありがとうございます、聞いていただいて。というエキセントリック中川。毎週木曜日、ね、そうお昼からやっております。この一個前の日曜日にやってますんで、はい、ぜひ我々も聞いて応援しましょう。うんうんはい、いやおめでとうございます。ありがとうございます。本当にマルさんお忙しいところ来ていただいてありがとうございました。はい、ということでですね、まだまだ続くよ、はい、5周年スペシャルということで、あの、まあ、前半は少しこのねラジオ関係の方からのメッセージをご紹介いたしました。マキマキとピカピカ先生と、うん、最近辞めたカメちゃんと、うん、今ね、うん、関東にいるカメちゃんと高岸くんのラップまで、はいはい、あ、そうなかなか良かったですね。個性あふれる。そうです皆さんで、ね、マルさん良かったですよ。なかなか高岸くんのラップが、ぜひ聴いてくださいね。ちゃんと聞くねということで、じゃあちょっと他にもですね、実はあ、もう
変えられるでしょ。じゃあ丸さんまたありがとうございました。ありがとうございます。すいません、なんか何のお構いもできずにすいません。本当構わず、すいません。逆にこっちからも乱入しに行きます今度。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。暑そうということで、もじゃもじゃが、はい、もじゃもじゃをかぶってきてくれて、あ、写真何も撮ってない、写真撮ってない、写真撮ってない。照れ隠しですかね、あのもじゃもじゃはね。ちょっと僕はここから撮りますんで。この距離、うん、収録中に撮ります。収録中に撮ります。行きまーす。あ、いいですね。あ、いいよいいよ。行きまーす。はい、OK。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか生放送っぽくていいじゃないですかこれね。生放送じゃないんですけどね。収録ですが。ということでですね、この番組もまあ、いわゆるヘビーリスナーという方がねちらほらいらっしゃいます。ヘビーリスナーシリーズ。そうなんです。あの私がたまにねちょっと時間を失ってこうアップできてなかったりすると金曜日に怒られるんですヘビーリスナー。あ、そうそうそう。今日上がってないよって言われるんですけど、まあ、あのいくつかですねヘビーリスナーさんからもいただいてますが。はい。のやつを紹介しましょうか。誰が読みますか。じゃあ、あずあずがこちらの今じゃあ一人お一人のメッセージを読み上げていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。南畑物語5周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しいラジオを聞かせていただきありがとうございます。おお、5年という長い期間発信を続けてこられたのは皆様の地道な努力の賜物と思います。ちょっと待ってください。これ読んでても多分誰かわからないね。もうちょっとね先最初に紹介しましょうか。もうちょっと行く。あ、わかりました。じゃあ引き続けてお願いします。皆さんの明るい声を聞くと、コロナ禍に地域おこし協力隊として赴任した娘の消息を確認。これで分かったね。これで分かりました。消息を消息を確認すること、別に遭難してるわけじゃないですね。元気に過ごしているらしいと安心しておりました。遠く離れた地からお父様が見守ってるということですね。今はコロナも収束して、南畑物語の皆さんとラジオだけでなく直接お会いすることもできるようになって、美術散歩やいろんなイベントに参加させていただいて楽しい時間を過ごすことができるようになり、本当に良かったなと思います。南畑物語の皆様をはじめ地域の多くの方々に支えていただいて、娘も地域おこし協力隊の任期を無事に満了することができ、はいはいはい、おまけに結婚式の時の祝辞のお礼の言葉じゃないですねこれね。おまけに新しい家族まで現地調達。現地調達いや大事ですよ、現地調達大事ですよ、大事です大事です大事です。大変感謝しております。こっちこそです。はい、今後も南畑物語で地域の情報を発信され、地域内外に内外の人のつながりが広く深くなるといいなと思います。たまに南畑へ伺っていますので、直接お会いできたらよろしくお願いします。ありがとうございます。これはチッフィーパパ。はい、チッフィーパパですね。ありがとうございます。かなりメッセージを ね、 ね、かなり前の段階から聞いていただいてるんじゃないですかね。はいはい、もう着任と同時にぐらいだよね。そうですよね。で、なんかお便りもちょこちょこくれてた。俳句は読んでないんだっけ。俳句は読んでないですね。あ、俳句違ったっけ。はい、なんか俺も俳句読んでくれたような気がしたけど、ね、あれは気のせいか。大学の先生かなんか。してないですよ。なんか先生じゃなかった。なんか違うか。あら、なんか機械を使う人だよね。だと思います。うん、なんかちょっと理系すぎて分からない。あ、お父様ね。で、そうそう、僕らは去年の結婚式で僕はお会いしましたね。はい、そう、はい、いつもありがとうございます。なんかちょっと笑い取れずに真面目に書いちゃったとか言ったけど、そうそう、結構意外と笑っちゃったね。なんかそう、ここら辺面白かったな。現地調達とか最後笑いをこらえてよかった。チーフィーパパ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどうしようかな。次は、じゃあ今度チーフィーが読む方。はい、私。もう一方お願いします。本当に読みますね。何人かいるよね、ヘビーリスナーね。そうそうそう。コメントのところからいいんじゃない？はい。
南畑物語5周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。私が視聴させていただくようになったのは、連れ合いのアズアズが参加させてもらうようになっていたらですが、国語力が壊滅的なアズアズがここまで皆さんに大きなご迷惑をおかけせずご一緒させていただけているのは、皆さんの多大なるフォローのおかげだと感謝しております。私自身も南畑物語を視聴するようになって、うん、ハイキングに投稿したり、はいはいはい、こちらが投稿してますね、そば打ち道場に参加させてもらったり、なるほどなるほど、美術散歩を楽しんだり、はい、南畑を満喫させていただいています、はい、あと私のパンクを、ね、に対応してくださいね。あ、そうですね、パンク対応ありがとうございます、ね、これからもあずあずのおとぼけ発言をうまく編集で書き消し編集とかないですか。そのまま出してますね。そのまま出してます。南畑の新鮮な情報を発信し魅力を伝え続けてください。素晴らしい、以上です。で、あの、もう一度、もう少し書いてあります。あずあずのおとぼけ発言例例がいくつかあるんですね。家でのかな、うん、利休まんじゅうのことを、はいはい、のりきゅうまんじゅう、なるほど、言ってたかな。泡立て器のことをシャカシャカまあいいんじゃないですか。シャカシャカはね、いやいや、なんか、うん、いや、これご主人からなんですよね、あずあずの、はい、でもうあずあずさっきこうメール来た時に私のことディスってるとか言ったけど、なんかめちゃめちゃ愛のある、ね、愛のあるコメントじゃないですか、なんかちょっと見せつけられたな、ね、よく見てらっしゃる、さすがだね、すごい、うん、歴が長いだけ、ね、長い、ありがとうございます。いや、本当嬉しいですね、本当、うん、ね、もうあずあずの旦那さんをね、うん、毎月そば道場でね、あ、そうなんだ、今通ってるんだ、あ、もうめっちゃ上手なんですよ、1期生、あ、優秀な成績で、あの、卒業されましたけど、お家で作ったりもするの、ね、そば台を作ってるすごい、まあ、あの、本格的、本当にテーブル、そうそう、テーブルがないんですよ、うちらで、ちゃぶ台しかないから、自分の身長に合わせたそば台は着々とすごいね、めっちゃ本格的や、いずれお店とかするんじゃない、いや、それはないと思うんですけど、もう趣味のままでいてほしい、私としては。いや、すごいね、はい、おいしいんですか、やっぱり。あ、美味しいですね、やっぱ打ち立てなので、うん、いや、美味しいよね、それね、すごい上手っていう、そうそうそう、そう、うん、それもこのラジオがきっかけだということ言っていただいてるね、そうですね、一番楽しんでるかもしれないです、南畑は私よりも、はい、はい、嬉しい限りです、はい、ありがとうございます。ございます。で、もう一方メッセージが来てますかね、これ寺井さん読んでもらった方がいいかな、はい、はい、よろしくお願いします。はい、南畑物語5周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しい話と情報ありがとうございます。はい、地域おこし協力隊のお二人などメンバーも変わりフレッシュさを維持しつつタケノコとか毎度おなじみの季節の情報も楽しく拝聴しております。ありがとうございます。とても大事です。ありがとうございます。よかった。今日は欠席ですが、今後はたまに自分も参加させてもらえたらとちょっと本気で思っています。お、うん、農業コミュニティ、あ、キーワード出ましたね。あ、出た。農業コミュニティ的に畑に農業体験をしに来ていただいている話や、近々の、漬物問題、漬物問題、直売所の直売所のあり方をより深く発信していただけたら嬉しいです。真面目か真面目か真面目か、うん、確かに真面目ですね。真面目ですね。あと、あの、マイクを誰が持ってるかで声の拾い方にムラがあるのはすいません、これ本当課題なんですよ。本当に今日も多分なってると思いますけどね。読まなくていいって書いてありましたけど読んじゃったね。多分僕とか大きいんですよ、一人、ね、そうね、まあ、声のね、あの、性質がありますからね、まあ、今後ともよろしくお願いします。いやいや、ということで、どなたですか。はい、ヘビーリスナーの藤森さんでしたね。ありがとうございます。藤森農園の藤森さんからコメントいただいてます。いや、確かに途中真面目かとか言っちゃったけど、なんかその藤森さんがね、やられてることとかもうちょっと詳しく聞いてみたいし、漬物問題ね、漬物問題、ほんとこれ切実なんですよ。田舎のおばあちゃんの漬物が世に出せない問題、食べれなくなっちゃうよ。そうだよね、マジで本当ね、困る。いや、本当に困るよね。ほんと困る、うん、大変だ。そうそう、そういうのできないんですよ。ちゃんとした設備がないと。中川だけの問題じゃないんですけど、いや、さ、確かにたまに真面目な話、コンテナでしましょうかね。そうですね、あ、そうね、ちょっとコンテナのゲストで呼んで、はい、そうですね、コンテナのゲスト、コンテナのゲストでそうだね。このラジオゲストでいいです。
でも特にこのね、チーフィーパパと、あずあずご主人と、藤森さんは、なんか多分、ね、トップ3リスナーぐらいの、ね、ちゃんとこうリアクションくださるからね、いつもね。その3人がいないと思うね。そうそうそう。なんか我々その3人のために喋ってる。本当、うん、顔を、ね、思い浮かべながら喋ってますね。できた皆さんもあのメールをね、いただければと思いますけどね。はい、いや、本当ありがとうございます。お祝いのメッセージ。これで全部この？そうです ね。全部ですね。いや、今日は賑やかに。やってきました、はい、ですね、南畑を語って語ってもう5年、まだまだやるよ、5周年スペシャルですから、はい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 、語って語る、はい、語って語って 5年目、うん、でなんかちょっとね、新しいコーナーでもそろそろ始めていきたいなと思いますし、うんうんうん、そうですね、まあ、俳句のコーナーもね、ピカピカ先生いないんですけど、はいはい、うん、そうですね、届けたいですね、兼題をいただいてね、眉がやりたくてしょうがないって言ってるから、ね、俳句をそうね、うずうずしてるからね、やろうかね、そうですね、でたまにハイブリッドコーナーもやろうかね、そうねいけるかな、ゲストもね、まあ呼んでね、うん、で、まあ新コーナーとしてやっぱりね、しほりに叱られるっていう、あ、だからしほちゃんに叱られる、しほちゃんに叱られる、どうですかしほうん、頑張ろうね、まずちょっと今日叱られなきゃいけない人が1人いるんですよ、そうよ、まずもうすでに叱らない感じとかあるけど、前の前の前ぐらいだったかな、そうそうそう、もう2週間3週間経ってるんですけど、放送終了後だったかな、そうです、ね、皆さんに話してる時にギリギリに ね、あ、タケノコのあれだよ、そう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 、ご飯炊くって時に、あのちっちゃなあれな、いちご炊きとかいちご炊きしかしかない、まあね、一人暮らしだったらしょうがないなみたいな話なんですけど、うん、やっぱこれから南畑で暮らしていく上ではやっぱりちょっともうちょっと大きな窯がね、そうそうそう、うん、あった方がいいよって言って、あの時みんなでこう調べたりして、そうそうそう、で、あ、買います買います、今日行こうかな電気屋さん、そう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 まさかね、そうで ね、 ね、で買ったらちゃんとね、あの、うん、報告してるし、うん、もうあれだったらラジオで紹介するよみたいな、ね、で今日久しぶりに聞いたんですよ、うん、僕も思い出して、うん、買ったんですか、うん、まだです、貯めてまだや、そこで一言、買わんかいエコーが間に合いませんでしたというぐらい速攻でこれが今ドカーンっていう、あの顔真っ赤になってね、顔がボーンってなってる感じ、しほちゃんボーっと言ってんじゃねえよ的な感じのね、初叱りです、初叱りです今の、ね、そう、なんか南畑のおばちゃん風にテレッとしてって、うん、お持ちお願いします、え、すいません、はい、じゃあ行くよ、ちょ、待てよ待てよ、じゃあお願いします、テレッとしてからはよ、乾杯、ここでドカーンっていうなんか BGM を入れてね、ちょっと南畑バージョンでね、そうですね、お届けしました、ちょっとこれはじゃあ、またエコかけっぱなしちゃったこれをなんか定期的に、うん、定期的にやるのこれ、怒られる人がいたらちょっとね、ちょ、じゃあみんな怒られネタを探しといてね、うん、誰かチクってね、なんか、うん、マユがこんなことしてたよとかチーフィーがこんなこと言ってたよみたいな、うん、怒られるよ、チクリをチクリをするチクるコーナーですんでこれ、うん、そう、ね、そう、仲悪くならないよねみんな ね、 せっかく5周年終わったのにね、仲悪くなったいかんよ、いやいや、ということで新コーナーも発動したということですが、はい、でもなんかさっきのねコメントにあったように、こう人も入れ替わってフレッシュに、はい、ね、僕だけが変わってないっていう感じですけど、はい、フレッシュになってますんで、はい、このまま50周年まで頑張りましょう、頑張りましょうね、うん、まあ今日で270何回ぐらいになるのかな、そうですね、あ、60何回だまだね、うーん、ね、262回とかかな今日の放送が、すごい、うん、だからまあ次は300回記念ぐらいを、ね、だいたい約1年後ぐらい、ね、やりたいなと思いますので、はい、こんな感じで555周年スペシャル、はい、終わっていきましょう、まあ、丸田さんもありがとうございました、ありがとうございました、メッセージいただいた皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします、お願いします、ということでこれから次回からも 6年目も頑張っていきましょう、はい、しほりに怒られないように頑張っていきましょう、頑張ろう、はい、いきます、ではまた来週ありがとうございました。